『女家物語』第725回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読はジョー春彦ですさゆき仁和寺は代々時の王子がその法刀を継ぐ定めになっている今の四角発信能も後白河の4番目の巫女であった。 寺に入られたのはまだ10代のわらべ神の頃でそれから今年四十字会お年配まで全く世の外のお人だったわけであるもちろん訪問のうちも世間の一部であることに変わりはないが権力の争奪や栄子の輪廻には全然無縁なお立場といってよかった 修羅に次ぐ修羅の世を見て宮は意識的にも世外の柿を固く守ってこられたのであるまいか。だからここは宮侍はいても総兵のごとき荒法師は一人も見えない。そういう在り方は邪道としてひどくお嫌いなのである。分けてこの宮は 父、後白河の覇王的なあの強いご性格とはどこも似ず、天性優雅を愛する風があった。といって、政治に無関心なわけでは決してない。かの要はの大飢饉やら、またたびたびなスイカ祭には、その助けに歩くお姿を庶民もまま見たものである。 だから本来は庶民と共に泣き共に怒る強い感情を家にお包みあるものに違いなかったがお立場からもまた奈良永山のごとき権力への介入を欲しないお心からも平時は駆け火の水音を共に余かといえば著述佳作などの机に深く潜まっておられるもののようであった見えたのか定常が。 宮は筆を置かれた。大津ごも森の酔いというのにやはり何かご執筆の筆に多念のないところだった坪縁の槍戸の口に台風の城友真の影が雪明かりを背に身を引く御返事を待っている宮はちょっと間を置いて見えたら二の院の広敷へと言いおいたがいっそ 義経のことおそらく時刻もたがえまじと思いわしも夜の禅を遅らせて待っていた年越しではあるしこの大雪酒も添えよと繰り合え命じおいてくれよでは義経のためお時もお待ちたまわりましたかさぞ法官もありがたく思うことでございましょう。 友が去ってからも試作の中断を惜しまれるもののごとくなおお筆を続けておられた宮の御著作には北の院小室御舟など箇所が多いが昨今は「佐喜雨季」と題する奏功にいそしまれていたあがたくまた見難い欄間世代の見聞随想を後のためにまとめておこうとするものらしい。 そのご抱負のほどは、先の初めにも、この数年、君心背き昇か乱を起こす、国に亡国の恨み、世に安き思いもなし、あるいは闘閑の雲の上に、あるいは再会の波の上に、血をもって道を洗う。鬼となってつかになく魂、鱗ろくずに伴って水に没するの類幾千万なるを知らず。 と書かかれたのを見てもほぼわかる特にまた一章には「ここにまたいささか思うところあるによってひそかに義経を招き合戦の胸を記す。この限定城はただの軍師にあらず長領の三略、鎮平の六期、その芸に携わり、その道を得たるものか」とも書いておられる。 亡命先行中の義経であったそれを密かにここへ召してとはいつのことであったのか先に月日は明記されていないがこのご記述だけでも一時六原がどうも仁和寺宮が怪しいと見たのは無理もなくいわば火のない煙ではなかったのだいや実際には宮と義経との間は六原の疑惑以上なものだったのである 単なるご庇護の程度でなく義経のため積極的なあるお働きをお胸に持たれていたらしいし神経の人として彼を許したもうていたのでもあろうそれはご自筆の先の分にも見え今宵彼を待つことの熱いご様子に見ても明らかであった北条はご資質であるかかる奥まったところまで人を通される例はほとんどない 法外な破格であったその上にも宮は義経のため夕食もお待ちになったそして資質のおくつろぎのうちに「定常御身も楽にいたがよい」と打ち解けた様を示されて事をお借りし文次二年も今宵で終わる方々底との姿を見るのもまたいつの日かと思われる。 年の別れ人の別れなかなか尽きぬ名残よの」と杯をお手に台風のを友真へ行って義経へも勧められた「妙賀に余りまする」。義経は瓦家を押しいただいた落ちぶれた身へと緩急せずにいられない人の情けの杯に我が涙を飲む気がした。 日陰の義経が漁見に許さえただならぬご迷惑と恐縮に耐えませるのにかかる熱いおもてなしを賜りましてはいよいよもって何の定常が日陰者ならわしは世外の一方と共に世の剣営には何ら関わりなき無関の野人ではないかいや実のところ 半夜は,は何事も隔てなく語り合わんとそこもとを待ちかねていたものぞ。なかなかこの身にもまことを語りうる心の友と手はないものでの。身に過ぎたきょいお言葉に甘えて私も実を申し上げるなら今宵は 御庭口の端にてもお姿を拝し、これまでの人方ならぬご迷惑をおわび申し上げ、それを最後のお別れとして遠くへ去る心でございました。しかるに、何も来意を申し上げぬうちに、ご文主には早義経の胸をご存じのみか、かかる手厚いおねぎらいにおうて、いささか老狽の心地にござりまする。無理もない。 宮はふとお笑いになった織り入って邸城がここへ見ゆるは道のくをつる決意をなしその糸まごいのためなりとはもう数日前に聞かされていたことなのじゃえ誰から御耳へ詳しくは後に友真が語るであろうそれよりはわしは御耳に改めて礼を述べる また新たな目で武者元九郎義経を見直したよう一切の未練怨念を絶って我から写真の道を選んでくれたのかたしけないこれで再びの大乱を見ずに済まば功徳は大きいたとえ武者元九郎は北の国に消え果てようとも 写真と仰せ賜った御一号それだけで本も十分にござりまする義経は嬉しかった兄頼朝でさえどうしても信じてくれるものをと知気の源に思わず手を使えてしまったそして振り返ればこの義経の猛年世外の恩方にまで鎌倉へのおとりなしの儀を煩わし未練 見苦しい,ことでございました何とぞ先にお頼み申し上げた儀皇后お忘れ置きのほどと詫び入ったそれは彼が百方手段を尽くしていた兄頼朝への取りなし方を宮へ願い出ておいたことだった宮はお引き受けになった。 義経に対するこの宮のご信頼は彼の良き守護職ぶりを見ておられたことまた去年11月堀川の館を出て西国へ下る際のあの見事な大教の仕方にも深い感銘を受けておられたからだったそのご同情のあまりが鎌倉と義経との和解の斡旋に努めさせたものといって間違いはない。 宮としてはもちろん影の人としてではあるが今日までできる限りなご尽力は注がれてきたのであるけれど一切が虚なしかったむしろ義経水分の急はそういう裏面から愛想や扱いがあると,わか,るとかえって逆に熾烈の度を加えるかに見えたりしたいや詫びはわしが申さねばならぬ 宮は軽い次長とそして権力への霊笑をふとお口元に浮かべて思えば力を誇る世界へ向かってこの無要素の願い事などがどれほどの響きをなそうかそこの限界を知らぬ四角一大の誤りではあったのじゃだがそこもとの醍醐によってわしの重荷も 下ろさまこというものよ誠に何やらこの義経も心の重荷がほぐれてかほのぼのようてまいりました。よかろう、今年の江戸を清めさる年越し酒を過ごすがよい。そこもとも重荷がほぐれてきたというか、さればただいまかように思いきめました。おおそれは 義経こそは文治二年の大津ごも森の夜を限りに部門を出家いたしたものとなり部門の出家とやそりゃあ面白いことは失利とはまさにその心づきにほかならぬそれはするな時を忘れはいたしません。 神こそおろさねどところは忍なじの恩討ち恩同士は主覚保身の王様 <music> 次回は嘘漢じ。 よろしければ、いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。